先生は恋愛対象ではない。あー、くたくた。大盛りスタミナカレーはコスパ最強だよな。昼休みはまだまだあるし、何か取りたくなるような場所はただ取っても味気ないし、やっぱり被写体があった方がいいのか。真夏もファインダーを通したら可愛く見えた気がしたし。あそこにいる子はまた勝手に撮ったやんこいつ。日の丸図法と3分の1構図ですね。構図やった。いくのさん、あ、ごめん撮ってるとこ邪魔して。ううん、どういうこと。それデジッチ知っとんや。デジッチ、デジタル一眼レフのことです。それそうですよね。あ、始めたばかりなんだ。俺後頭部2の A のの、この文後頭部2の A の飲むのも後頭部のクリスタさんだよね。知ってるんですか。一区のクリスタさん、みんな知ってるよ。ハーフの子って他にいないし、うん、私だけ。写真が趣味なんだ。そう、好き。どんな写真撮ってるんだ。見ますか。撮ってるんだっていうの。簡単でした。見ますか。ぜひ。チコ。モノクロなんだ。いつもそう。色はいらない。モノクロもいいですよね。でも白の壁が映えてね、これもすごいいい写真。私にもいろいろあるんだな。それじゃあ、今度ゆっくり写真の話聞かせてくれないか。よくわからなくて。クリスタさん。クリスタでいいです。あら、名前呼び捨てか。ムム、カビラが入った。カビラが。じゃあクリスタちゃんはチャラいな。嫌なんや。じゃあそのクリスタ。はい。今度声かけていい。はい。写真の話ならしたい。他は嫌なのね。先輩。うわ。先輩。それじゃ。あ、上の名前教えてくれよ。行くの。行くの。クリスタ・カスミです。なるほど。可愛かったな。先輩いいね。先輩呼びされたい。ふう、図書館は涼しくていいよな。カメラの本でも読んでみるか。初心者向けの本 What デジタルカメラビギナーズか。どれどれ。ペラリ。うむ、専門用語だらけだ。覚えることが多くて大変だぞ。ペラリ、これは手強そうだ。席でじっくり。そう、ギャルっぽい子。あ、誰だろう。華やかな雰囲気の子だな。いいね、華やかな雰囲気って。俺も使おう。ん、中座。ワルツを踊るようにそっと手を差し伸べてくれたあなた。重かった心が軽やかにステップを踏む。どうした。これが恋。初めての思いが胸に芽生える。図書員さん、声出しますこの人。とても素敵なしね。何待ち。
ちょっと。ん？え？撮りたいならさっさと撮ってくださいよ。そのカメラは飾りなんですか？香りがいいのか？撮って。いいも悪いもカメラ持ったまま立ってたら気になるじゃん。悪い。せっかくいい雰囲気作ってあげてたってのに。そっか、よし、もう一度同じポーズを撮ってくれるか？撮らせてくれ。仕方ないですね。生意気な後輩いいね。見つめて、そのままの私。ね、瞳を中心に撮るのが僕好きですね。触れてみて、私の心に。遠慮しないで。結構瞳にピント合わせた。あ、入れた。人の写真撮るときはいいですよ。ありがとう。すごくうまく撮れた気がする。シチュエーションって大事なんだな。当然です。私がモデルやったんですから。で、サイトに載るのはいつ？え？取材なんでしょ？新聞部のサイトに載りますよね。タイトルはダンス部のホープ、中澤ロミの素顔に迫るとか、そんな感じ？逆から読んだら見ろ。あ、いや、俺新聞部じゃなくて。違うですか？じゃあ写真部？こんなやりたい気の待ったな。いや、ただ撮ってるだけで。部活じゃない、趣味ってこと？そう、趣味と言えるかどうか、昨日始めたばっかだから。あ、切れた。完全に撮られ損じゃん。悪い。まあいいですよ、勘違いした私も悪いし。俺、ノムノム、クラスは2の A。 おもろいな、ノムノム。そうですか。そうですか、じゃなく名前教えてくれよ。中澤ロミ、1の B。 年下か、生意気なやつだな。はぁ、私のこと、まるで知らないんですね。なんで？なんでって、学年もクラスも違うんだから仕方ないだろ。まあ、この春転校してきたばかりってのはあるけど。へえ、この学園に転入とは珍しいな。本当ですよ、私もいきなり宿舎暮らしになるとは思ってないですって。ははは。放課後盛り上がってるの知りません？放課後？週に何回かダンス部がスクールドリーム10を名乗ってパフォーマンスをやってるんです。一学級どうした？いわゆる学園アイドルですね。聞いたことあるぞ。その中でも私は一番人気で、千年に一人の逸材って呼ばれてるですよ。全部パクったやん、誰から？今のアイドル、最近のアイドル全部パクったやん。ファンからです。ファンがいるのか？当たり前じゃん。ダンスは自分のために踊るんじゃなくて、誰かの力になるために踊るんです。確かに。放課後見に来てくださいよ、観客は誰だって大歓迎。それじゃ。あ、またな。中澤。ふーん、下じゃなく上の名前で呼ばれるのってなんか新鮮。周りはなんて呼んでるんだよ。女子はロミ、ファンはロミーナとかロミタンとか。ロミミやな、俺やったら。俺は中澤って呼ぶよ。いいですよ、好きにして。それじゃあね。ノム。名前呼び捨てかよ。お互い様でしょ。ファン扱いか、まあいいか。
ふう、終わった終わった。バイトもないし、まっすぐ来。よう。これ、絆創膏貼っとる。飯しろ。ちょっと付き合え。何の用だ。え？なんかしたか、俺。用でもあんのか。怖っ。いや、特にない。いや、いいだろう。時間は取らせねえよ。あ、ああ。どこ行くんだよ。すぐそこだ。いきなり殴られたりしねえだろうな。思えば、お前と話すの初めてだな。そうかな。同じクラスだけどな。怖い噂が多いから絡まない方がいいと思うぞ。噂で人を決めつけない方がいいと思うけどね。分かってんだけどな。ここだ、入れよ。ここって写真部の部室だ。写真部？なんで？俺が写真部員だからだよ。そうなんだ。え？マジか。わざわざ連れてきたってのに嘘言ってどうすんだ。そうだよな。知らなかった。お前が写真部だなんて。隠してるわけじゃねえんだけどな。他の部員は？やめちまった。あら、なんで？え、去年俺が入部したらみんな辞めちまったんだよ。一人から二人次第に来なくなって、いつの間にか俺だけに。あらま、責任感じてんだ。いいやつやん。そうなのか。そういえば昨日なんちゃらさんが写真部はずっと活動してないって言ってたような。俺はな、目つきで損してんだよ。普通にしてても喧嘩売ってるみてえで人が寄ってこねえ。俺の噂知ってるか。ああ、腐敗の帝王とか睨んだだけで高難の連中が逃げ出したとか。全部嘘だ。え、そう。いや、当たらずとも遠からずと言うべきか。高難の連中とは立ち話しただけだ。よく話したらいい奴らだったぞ。いや、あの高校の奴ら怖いって。腐敗の帝王はまあ事実か。なんせ喧嘩したことねえからよ。ないのか。ねえ、喧嘩したことなけりゃ負けることもねえ。不敗だろ。不敗っちゃ不敗か。しょうろぶや。人は人を外見で判断し、外見に人は縛られる。本当の俺はただのカメラ好きの小僧だ。カメコね、カメコ。お前も好きなんだろ、カメラ。好きっていうか昨日手にしたばっかで。言い訳してんじゃねえよ。朝、日が寺を撮ってたじゃねえか。あれは？それだけじゃねえ。昼休みには中等部の女子と話題の学園アイドルを撮りまくり。あ、中等部なんや。見てたのか？柱の陰からな。お前はただもんじゃねえ。そんなお前に頼みがある。なんだ？助けると思って写真部に入ってくれ。あ、俺がか。そうだ、俺はな、俺を怖がらねえやつしか取れねえ。花とか野良猫とかそんなもんばっかだ。いや、けど本当はもっと違う花が取りてえ。違う、どんな？決まってんだろ、女子だよ。めっちゃ喧嘩売るなこいつ。女子の輝く笑顔が撮りてえんだ。なんていうかキラキラしてるんだろ、女子の笑顔ってよ。かわいいな。
けど、俺はそんな顔を見たことねえ。俺に見せる女子の顔は恐れとおののきだけだ。それが、ね、悔しい。悔しいな、それは。苦労してんだな、お前。頼む、入部してくれ。そして頼む、俺の代わりに女子を取りまくってくれ。それでいい。写真部を復興してえんだよ。俺のせいで写真部が潰れちまったら、これまで所属してきた諸先輩方に申し訳が立たねえ。諸先輩方、なんとかしてえんだ。戸島、けど俺部活に興味な。ああ、てめえ、俺がこんだけダメんねんのに聞けねえってのか。怖えって。悪い、ついついやっちゃうんかい。ねえ、悪いやつやろ。こいつ怖えやつなんか変態なんかどっちなんだ、両方か。何しても噂よりいいやつっぽいぞ。それに部活ならね、断りづらいんだけど、写真部とか新聞部とか孫学園の活動を取材してる部なら。この人かわいいな。写真部に入れば孫さんが断りにくいって言ってた。部活なら撮る口実ができるんだ。写真部ってどんな活動やってんだ。その気になったか。うちの当面の活動は夏の終わりに行われるリエル祭での写真展示だ。すごいなこいつ。ネクタイ そこで結べる。学園の夏の青春模様をパネルにして展示するんだよ。なるほどね。それで写真がテーマになってるわけ。夏の青春模様か。風景は俺に任せろ。人物だ、人物を頼みたい。それも客を呼べるのは女子の写真。輝く女子を撮ってくれ。女子よ、ファインダーの向こうの女子。ひな寺でさえ可愛く思えた。わかった、どれくらい力になれるかわからねえけど、やってみるよ。本当か、オンに切るぜ。いいか、これから話すことは先輩たちから代々受け継がれた写真部の心得だ。心して聞け。お、オフ。言うぞ。シャッターチャンスは待っても来ねえ。探せ、追え、ためらわずに取れ。俺がお前をスカウトした理由、分かったろ。お前は本能的にシャッターを押せる男だ。期待してるぜ。自分に課したミッションをクリアしたと思ったら部室に顔を出すよな。俺も何か協力できるかもしんねえからよ。だからちょくちょく校内で写真を撮ってここの部活に行くってわけか。わかった、よろしく頼むぜ。あ、なんかいいな、このやっぱ多分杉田さんですよね、声優さん。杉田さんに飲むって言われるの嬉しいな。言われてないけど。早速メアド交換するぞ。お、こうして俺は写真部に入部した。トロフィーもらいました。もうやってる場ないか。帰ろう。シャボン玉、あ、シャボン玉どこかな。あ、シャッターチャンスは待ってもかない。すいません、おいだ。風向きは向こうってことは、あ、バチバチ小学生おるやん。え、こいつ小学生でも付き合うとしたん。撮ってもいいか。え、写真部なんだけど絵になるっていうかシャッターチャンスだって思うんだ。撮らせてほしい。やだ。そやな、怪しいもんな。
そうだよな。いきなり取らせてなんてくれないよな。好きなのか、シャボン玉。好きじゃない。羨ましいだけ。うん。羨ましい。風に乗って飛んでいける。小学生でその感性持った。その後パッと消えちゃうところもいい。ふんふん、すごい感性やなこの子は。小学生にして。そこどいて、降りるから。目の前に立ち塞がっとった。とっとやん。あ、取った。嫌だって言ったのに。これは言い逃れできませんよ。ごめん、すごかったからつい。おだててもダメ、すぐ削除。そりゃそうよ、通報されるの。わかったよ。あ、魔法陣で現れた。操作にまだわからないんだよな、削除の仕方がよくわからん。あんなの大したことないよ、ちょっと練習すれば誰でもできる。なことないって、まるで体操部みたいだぞ。そうだから。体操部なんだ。体操部だよ、私。ご飯部座る。そうなのか、道理で。俺後頭部2の A の出たのが多い名前。2の A の飲むのも写真部なんだ。そう。何？名前を教えてくれよ。怪しいって鳴らされるって。鳴らされなる。興味があるって言ったら誤解されそうだけど、体操部を取りたいって今の着地を見て思った。今度部活行くからちゃんと取らせてくれよ。コーチがいいならいいと思うよ。コーチの休暇か。なるほど。どうせ足開いたとこばっか取ってすぐ追い出されるんでしょ。小学生でそれ思う？わからんけど、そんなことしないって。どうだか競技会でもそんなカメラマン多いよ。段違い平行棒とか足を開くたびにカシャッ。大なってますからね、オリンピックとかで。そんな目で体操を見るのおかしいよ。確かに。そうなのか。俺はそんなこと知り合うようにするって。本当だって。まあいいけど。だよね。恥ずかしい写真を撮らないって約束するなら私からコーチに言っとくよ。本当か、約束する、ありがとう。ってなんで呼び捨てなんだよ。かなり年上だぞ俺。かなり年下か。よくない？私のことも姫の儀って呼んでいいよ。それで愛子でしょ。名字姫の儀か。下の名前はリンゼ。リンゼかっけえ。へえ、リンゼちゃんか。かわいい名前だな。呼ばないで。リンゼって呼んでいいのはパパとママだけだから。来やすいよ。ごめん、そっか、悪い。態度悪いと取る前から出禁にするから。それじゃあ、すっごいしっかりしとるな。バイバイ。お守りやるし、高そうな。ランドする。あ、クラスは5の B。 すごいな、この B。 5年生ない。せめて6年生かと思ってた。生意気なやつだな。その夜のうちに俺が写真部に所属したことが学園のサイトに載り、学園中に広まった。堂島が先生したらしい。撮りやすくするアシストか。ちゃんと読もう。あ、この画面に行きましたね。まあキリンでここで一回終わっときましょうかね。一回って多分二回目とかになるのかな。
ではこれで登場人物は一通り出たわけですね。あの6人から6人の誰かとこう恋していくわけですよ。今んとこ強いのはあの先輩ですかね。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。またな。